こんにちは、君島ゆうきです。今日は私が自分でヘアメイク3パターンを挑戦してみたいと思います。私はまず眉毛からやっていきたいと思います。で、眉毛は朝起きた時に眉毛にも寝癖がつくらしいので、必ずこういう風に毛流れを整えてあげて、こうフォームなどで整えてあげてください。で、今は髪が少し黒いので、ペリペラのスピーディースキニーブロー01のグレーブラウン、これは本当にすごく細いもので繊細に描けるので、今眉毛育毛を頑張っているんですが、足りないところだけ少しだけ描いてあげるだけですごく自然になるので、お気に入りのアイテムです。で、オフィスメイクの時は割と自然な眉毛にしたいので、すごく優しいタッチで描いてあげることがポイントですね。少し描いてあげたら、またもう一度このスクリューブラシを使って眉毛を整えてあげます。ちょっと描いたものをぼかすイメージですかね。そして眉毛アイテムで、このタシパレ05番抜け感アイブロウという藤子さんのもので、こちらも使っているんですが、中がねこういう絶妙なカラーになっておりまして、これを、アイシャドウによって調合して塗っております。で、付属のブラシで大丈夫なので、この丸い方を使って、このちょっとベージュっぽいクリーミーな色と少しだけブラウンを入れてあげて、この眉頭を少しぼかしてあげます。眉頭はね、ほんと自然にぼかしてあげることが難しいんですけど重要で、眉毛は大事に描いております。はい、そうしましたら、こちらラカのワイルドブローシェイパー03のボリュームタイプですね。毛流れを整えてあげるイメージで固めていきます。この時もちょっと私は眉頭をポイントに少し立てるようなイメージでやっております。次は、はい、アイシャドウに行きたいと思います。今日は、ジルスチュアートのブルームクチュールアイズの19番、すごくちょっとナチュラルなものなんですが、オフィスメイクには結構ぴったりなカラーで、少しくすみピンクのようなものを使っていきたいと思います。この真ん中がアイベースで、まぶたの色素沈着とかを防ぐものになるので、まずこのクリーム状のものから塗っていきたいと思います。これはでも宝塚時代のお稽古の時とかの化粧で使っていたようなカラーなので、ちょっと懐かしい感じです。そうしましたら、アイホール、キラキラしたナチュラルなカラーを少し大きめの筆に取っていきたいと思います。私の場合は丸く見せたいので、常にこう丸くこう放物線状をまぶたで描けるように意識しているのと、目の周りがここまでって決めてしまうと、ここまでしか目が大きさが見えなくなってしまうので、こういうナチュラルなカラーはなるべく少し広めに入れてあげて、目の大きさがここまでありますよっていうのをこうちょっとごまかしてあげるのがポイントになります。これは、下まぶたにも塗っていきます。はい、次2色目はこのカラーを丸い筆に取って、先ほどよりも狭めのところに塗っていきます。これも少し下にも入れてあげます。ただこれ2色目はですね、私のポイントとしてはこの黒目の中間まで入れてあげます。そしたら、締め色に行く前に私は、涙袋を作りたいと思います。付属のこのチップですね、こちらを使って白っぽいピンクっぽいカラーとちょっと最初に使ったものを混ぜて、真ん中の一番ぷっくりさせたいところを最初に色を置いてあげて、左右にぼかしてあげます。涙袋なんですが、私実はこれだけじゃないんです。この
イヤーラストオートジェルアイライナーピーナッツベージュというお色で、ナチュラルなメイクの時も私は欠かさずこう自然に影を少しだけ描いてあげております。締め色に行きたいと思います。一番濃いお色を細い筆に取ってあげて、黒目の一番上のところからのせていきます。で、自分が描きたいアイライナーのところまでガイドラインとして伸ばしちゃい、目を開けた状態で鏡を前に置いてここにも塗ってあげると、はい、綺麗に締め色が入ります。これは後々下にも入れていくんですが、とりあえずマスカラに行きたいと思います。マスカラは母のブランドであります FTC ザ・トワコイズムマスカラカールパーフェクションを使用します。こう一度目頭の方にこう全て毛をこう持っていってあげて、一本ずつこうジグザグっと戻してあげる感じをやりながら塗ると、まつげがまつげ全部に塗れるのでポイントです。そして下まつげを塗っていくんですが、このタイミングでホットビューラーを温めます。ハリウッドアイズというホットビューラーなんですが、まつげが綺麗に上がって余分なマスカラを取ってくれるので毎日使用しております。下まつげを塗り終わる頃にちょうど温まっていて、この上の塗ったマスカラが乾ききらないところで取れるので、すごく綺麗な状態に保てるので、このタイミングでスイッチを入れます。そして下まつげ塗っていきます。下まつげも塗り残しがないようにこうジグザグっと塗っていきます。私のメイクの工程で一番時間がかかるのはこのマスカラの工程なんです。実はそうしましたら、先ほど温めていたこのホットビューラーでまつげをこう整えていきます。これも少しジグザグジグザグってやってあげると絡まっていたまつげ同士がほどけてくれるので綺麗に上がるかなと。で、下まつげにも当てていきます。下まつげはこの目の真ん中を特に当てて目を丸くする印象をつけます。まつげが出来上がりましたと思いきや、デジャブさんの下まつげ用のマスカラなんですけども、こちらで最後の最後にもう一度このまつげの一番細かいところを塗り足していきます。もうマスカラは本当にメイクの中でポイントなので、マスカラの工程がすごく多くなってしまうんですが、まつげは本当に私の中で重要なので、まぶたなどにマスカラがついてしまってもその時に取るのではなく、少し乾かしてから拭き取ってあげると他のアイシャドウがよれなかったりとかするので、まぶたにつくことを惜しまずにマスカラは塗ります。はい、まつげが出来上がりました。もうこの工程は毎日やっているので欠かさないアイテムです。はい、そうしましたら先ほどのアイシャドウに戻りまして、この少し細かいブラシで下まぶたに足していきます。下の目尻の3分の1ぐらいですかねに塗っていきます。全体的なバランスを見るためにも最後に塗っております。そうしましたらアイラインですね。オフィスメイクとかナチュラルな時はインラインは引かずに、本当に目尻だけ引いてあげるとよりナチュラルになるかなと思うので、こちらを使用しております。ラブライナーのブラウンですね。先ほどアイシャドウでガイドしたラインに沿って目尻だけ自然に引いてあげます。そうしましたら、チークに行きます。ボレンコスピュアブラッシャーエンジェルというベージュピンクのような本当にナチュラルなカラーなので、こうポンってのせるよりはちょっとぼかしてあげてシェーディングというか、こう骨格を自然に出してあげるとよりいいかなと思います。はい、そしたらこちら小島春菜さんのハーリップ2のものでサンバームデュオというものを使用しております。この練りタイプのハイライトを少し指に取ってあげて、鼻のてっぺんと
目頭、目と目の間、そして目頭とこの頬の位置に置いてあげます。そうすると自然なツヤ感なので、あまりギラギラせず、ちょっと濡れ感みたいなハイライトになるので、こういうオフィスメイクの時にはもう愛用したアイテムで、逆側がこういう日焼け止めの練りタイプになっているので、これは持ち歩いて出先でこう少しハイライトを足してみたりとか、日焼け止めをこう首に塗ってみたりとかできる本当に便利なアイテムです。そうしましたら、はい、リップ、ディオールアディクトリップマキシマイザー009番インテンスローズウッド、こちらは唇がぷっくりするようなメントールのようなこうスースーするんですけども、しっかり色味がついてくれるので、ナチュラルなメイクの時には欠かせないアイテムです。このマキシマイザーさんは本当に大好きなアイテムで、リップケアにもなりますし、リップグロスとしても使えるので、宝塚時代は舞台でも塗っておりました。はい、そうしましたらオフィスメイクの完成になります。いかがでしょうか。ちょっとナチュラルなメイクになりますので、これから髪の毛をやっていきたいと思います。今日は、くるりんぱのハーフアップというものをしていきたいと思うんですが、これはでも応用編としてはパーティーとか結婚式とかにも使えると思うので、ぜひ覚えてみてください。少しこう手を込んでるように見えると思うので、娘役時代もすごく愛用していた髪型なので、ぜひやってみてください。今日はこの下の髪の毛はこう二の字のウェーブというものを作っていきたいと思うので、ストレートアイロンを使用します。ミズムグロッシーバールジェル、こちらを少しだけつけていきます。こう髪の毛にちょっとなじませてあげて、パサパサしないように顔周りの毛を取っていきます。このぐらい髪の毛を取ってあげて、こう少しねじりながら後ろに持っていきます。この量はご自身の髪の毛の長さだったりとか、量に合わせて、バランスに合わせて高さを変えてあげるとイメージもぐっと変わるので、はい、こんな感じで後ろに束ねていきます。そしたら、小さいこういうシリコンゴムを、この持ってきた2つの毛を束ねてあげます。こういう状態になります。そしたらこの間に通してあげる。そしてギュギュッとくるりんぱが簡単にできます。そしてここからポイントとしては、こうちょっとバランスを見ながら引き出してあげるっていうのがポイントになります。そしてこの辺の遅れ毛とかは、このタカラジェンヌの必需品の VO5 そしてこのフォーメンという、あまり出ないかな、固まりすぎず、本当にこれは娘役の必需品なんですが、私は辞めてからも使っているので、こちらでこういう風に遅れ毛をすっきりまとめてあげます。これで上はもう完成しちゃいました。そしてこの下の髪の毛たちを少し巻いていきます。この、170度ぐらいに温めておいたストレートアイロンで、まず毛先をこうワンカールさせます。この少し束を持った状態で上からスライドさせて、ちょっとクッとやると、こう2みたいな、数字の2の逆かなみたいになるので、ワンカールちょっと重ねてあげると可愛くアレンジができます。こうこれは本当にストレートアイロン一つで少し巻いたように見えるので、時間がない朝とかに持ってこいの技です。だいたい3等分ぐらいに分けてあげるとやりやすいかなと思います。これを細かくやってあげると、簡単にウェーブができるので、そしてこうちょっと溶かしてあげて、はい、完成です。簡単なのでぜひチャレンジしてみてください。はい、
お食事に行く時のメイクをしていきたいと思います。先ほどよりも少しドーリーでレトロなイメージを私は持っているので、今回そのようなメイクに挑戦してみたいと思います。まずアイシャドウからやっていきたいと思います。イブサンローラーのものでクチュールミニクラッチ500番、少しボルドー系ピンク系のものですね。この大きめのブラシでラメラメの部分ですね、少し取っていきたいと思います。でもちょっとラメラメしすぎるなっていう時は、もう少しお手持ちにあるハイライト効果のあるもので、こうベージュカラーのものを使用してあげるといいかなと思いますが、今日はお出かけするので、お出かけする日のメイクなので少し派手めにしたいと思います。特にドーリーアイズにしたい時は、この眼球の上のところをキラキラキラって、ここまでが目ですよっていう風にしてあげると、目を閉じた時などにすごく可愛いので意識してつけております。そうしましたら、次こちらの右下のピンクのカラー、こちらを少しだけ、本当に発色がいいので大きめの筆に大きく、ベタ塗りをするってよりもポン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 と塗ってあげることがポイントですね。はい、下にも同じカラーを塗っていきます。このピンクを少し下に仕込んであげることによって、この中顔面がちょっとグッと短縮されるようなイメージで可愛い印象になるんですが、ちょっとピンクを入れすぎてしまうとちょっと地雷メイクみたいになってしまうので、それにはちょっと注意しながら、ピンクを乗せていきます。次、このボルドーカラーですね。この締め色のようなボルドーカラーを今日は先に塗ってしまいます。こういう平たいブラシがあるんですけども、こういうもので、今日はアイライン代わりで塗っていきたいと思います。これも黒目の上から塗っていきます。この斜めのブラシはすごいアイラインを引くときとか、あと眉毛を描くときもすごくいいので、もう愛用していて、どこにでも使えるマルチなブラシなんですけども、こういうちょっとドーリーなメイクにしたいときは、私は濃い色をシャドウで入れるようにしてるので、シャドウで入れるときにすごく便利で使っております。塗りやすいんですよ。少しだけいつもより跳ね上げさせて塗っております。そうしましたら、恒例の涙袋ですね。涙袋、今日はこのラメラメのカラーを付属の小さめのブラシに取ってのせていきます。この黒目のちょうど真ん中のところに一番ラメが来るようにのせてぼかしていきます。もうこれだけで全然左右が違くなるんです。もうこれでドーリーアイズの出来上がり。目頭にも結構ラメを今日はしっかりめに入れていきます。はい、こんな感じで、下にピンクを入れることによって、白が浮きすぎない感じになるので、はい、次眉毛に行きたいと思います。眉毛は必ずスクリューブラシを使って整えてあげて、今日はボルドーメイクなので少しボルドーを入れてあげてもいいかなと思うので、先ほどアイシャドウで使ったこちらの一番濃い色を少し入れていきたいと思います。まずペリペラのスピーディースキニーブローで足りないところを少し描き足してあげます。抜け感も大事に、髪がダークカラーの方は意識してやってみてください。そうしましたら、こういうアイシャドウブラシで大丈夫なので、お手持ちのもので、この眉頭の部分にちょっとだけ入れてあげます。そして先ほども登場したこちらのラカルを使用して、また眉毛の毛流れを整えていきます。そうしましたら、アイラインはこちらの、キャンメイクのクリーミータッチライナー02番を使用していきたいと思います。この目の粘膜のところを埋めていきます。リキッドのアイライナーでやるとどうしても目に入ってしまったりとか危険なので、こちら のペンシルタイプの方がやりやすいかなと思います。そしたら涙袋の影を描いていきたいと思います。ビアーラストオートジェルアイライナー13番ピーナッツベージュ、先ほども登場しました。こちらで影を描いていきます。パウダーで涙袋を作る時もあるんですが、
自然な涙袋に見えないかなと思うので、このピーナッツベージュを使用しております。いつものマスカラの時間でございます。マキアージュドラマティックエッセンスマスカラブラック、こちらはロング&カールで、すごくまつげが長く見えるんですよ。地まつげの自分の長さよりもさらに長く見えるアイテムなので、必須アイテムで、つけまつげをつけているようなまつげになります。もうね、このマスカラは繊維がたくさん入っているので、ジグザグ塗りをするのが一番いいかなと思います。こうジグザグジグザグと。そうしましたら、下まつげに行く前にこちらのハリウッドアイズのホットビューラーのスイッチを入れます。そしたらこちらのマキアージュのドラマティックマスカラを下まつげにも塗っていきます。はい、そうしましたら、すみません、ハリウッドアイズで毛流れとかができます。宝塚時代も娘役は顔が通りになることがいいかなと思って、私はまつげを長めのものを使用していたんですけども、もうその時の経験を生かして、今回も通りということでまつげを強調しております。そうしましたら、こちらの下まつげ用デジャブの方をやっていきます。いろんなところに広がるように塗り重ねると、まつげがどんどん伸びていく。まつげが今日なんかいろんな方向向いてるなって日は、先にホットビューラーをしてあげてください。まつげが出来上がりました。はい、そうしたら下のまぶたに行きたいと思います。今日は工程が少しいつもより多いんですが、こういう細かいブラシを使ってピンクのカラーとボルドーカラーを少しずつ混ぜてつけていきます。この三角ゾーンを特に攻めていきます。最後にこのちょっとパープルっぽい雨かな、これを指にとって上まぶたにのせていきます。上まぶたのこの黒目の上ですね、ここにポンポンポンってのせてあげます。そうすると本当にキラキラして可愛いのでポイントになります。最後ラブライナーでアイライナーを描いていきたいと思います。少しだけ跳ね上げラインみたいに描いていきますので、アイシャドウでガイドラインをしてあげると左右対称に描きやすかったりとか、目の自然な形になりやすいので、ラインを先にアイシャドウで決めてあげるとアイライナーが引きやすいです。ただこの跳ね上げラインはちょっと失敗しやすいので、もし失敗しやすいなという方は、こちらは B アイドルさんのイージーアイライナー抜け感ブラックという色なんですが、手で描く場合はこういう風に、今はもうちょっと先に描いてしまったんですが、少しずつやってあげて爪でこうぼかしてあげる。そうするとすごい跳ね上げラインって描きやすいんです。最後のポイントになります。またまたアイライン、キャンメイク東京のクリーミータッチライナーの04番を下まぶたにちょっとだけ入れていきます。この目尻の目頭の下のところに目に刺さらないように気をつけながらちょっとだけ入れてあげるとポイントになります。はい、そうしましたらチークに行きたいと思います。アンプリチュードの05番ベビーピンクのモノチークスと、ディオールのラメの入った601番ホログラムの両方使っていきたいと思います。大きめのチークで、アンプリチュードのものから入れていきたいと思います。お人形さんを意識するというイメージで、お人形さんの頬といえばベビーピンクかなというイメージがあるので、そしたら少しラメが入っているチークを使用するので、ちょっと小さめの筆でトップにラメをつけます。そうしましたら最後にリップを塗っていきたいと思います。リップはケイトのリップモンスター06番とフジコのプランピーリップ独占インクという色を重ねて塗っていきたいと思います。リップモンスターは少しちょっとダークレッドみたいな感じなんですが、独占インクとこう重ねて塗ることによって透け感のある赤になって、すごく可愛くて
マイブームになっています。プランプ効果もあるので、ぷっくりして、赤リップの出来上がりです。はい。ドーリーメイク出来上がりました。はい、それではヘアをやっていきたいと思います。今日はシンプルなポニーテールをして、毛先を少しくるくる巻いてみて、あとはリボンをつけてみたいと思います。全体を少し濡らして形を作りやすくします。こちらのミズムのグロッシーパールジェルで全体に塗っていきます。これもまた少しだけで大丈夫です。本当にこれぐらいです。こうちょっと節目みたいな感じで手ぐしを入れて全体に馴染ませます。奥襟が出やすいので、ごめんのポニーテールの時はちょっと奥襟を気をつけてあげながら整えてあげます。ブラシでやってあげてもいいんですが、今は少しちょっと抜け感という意味でも手ぐしがいいかなと思うので、今回は手ぐしでやっていきます。そしたらゴムで止めていきます。キュッとしてあげて、また少し引き出してあげます。全体を少しスプレーで固めてあげます。スプレーでも忘れずに固めてあげて、ポニーテールが出来上がりました。今日はキヌフのコテ、今日は180度ぐらいやってみておりますが、先に毛先を巻き残しがないように毛先をバンカールしてあげる。こういう風にバンカールさせたら、少しずつ取って真ん中ら辺をまず挟んで、はい、少しあったかくなったかなと思ったら、こう少しずつずらしながら、ずらしながら下まで、うん、で外して、これをもうひたすら繰り返していきます。今日はちょっとミックス巻きをしていきたいと思います。いろんな方向に巻く巻き方です。そうしましたら次、パカパカを外側にして挟んで内側に、3個目は内側に巻いていきます。全体が巻けました。そしたらもう一回私は毛先を一回ワンカールさせます。で少し冷ましておき、その間に前髪を少しやってみたり、たらストレートアイロンで少しだけこう外に癖をつけるように、熱が冷める間が一番癖がつきやすいので、で外に、外にくるんとさせていきます。そしてこの耳の上の奥れ毛は、先ほど1個目のヘア紹介でもやったように、内外こういう風に2個に、はい、出来上がりました。そして最後にこのリボンをつけてから、先ほど巻いたものを少しだけ、ほんの少しこうこういう風に散らばらせてあげます。そうするとちょっと遊びが出て可愛くなるの でこの時に巻きが足りないと思った方は、ほんの少しだけ取って巻きを足す。はい、こんな感じでバランスをつけていきます。はい、出来上がりました。リボンもついて、はい、ぜひやってみてください。以前私がライブにいた時の再現をしてみたいと思います。では韓国っぽくちょっとこのカーラーを前髪つけてスタートしていきたいと思います。ベースメイクをした後に、こういう汗をかく時のライブに必須なアイテムをご紹介しますね。こちらのフィックスメイクアップドゥ、アフターメイクアップローションなんですが、本当に必須アイテムでして、
あのメイクがピタッとくっついてくれる感じがするので、ベースが終わった後にこちらを吹きかけております。ツヤ肌になるのでおすすめです。それでは、お粉をこちらメイクアップフォーエバーの HD スキンツイストライト、こちら面白いのが3色のパウダー、ピンクっぽいのとブルーっぽいのとちょっとホワイトっぽいもののラメが入ったパウダーをこういう風に削って、少しこういう風に真ん中に出して、こうくる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 っていう風につけまして、このアイメイクとか崩れてほしくない部分に、眉毛の部分などにこういう風に塗っていきます。そうしましたら今日は眉毛からスタートします。眉毛はいつもの眉毛コームでこういう風に毛流れをまず整えます。あのライブの時は私コンタクトを、今日は色味を入れたものを使っているので、あのそういうところでもちょっとメイクの一種として遊べるかなと思って、今日はコンタクトも変えてきております。眉毛はいつものペリペラスピーディースキニーブローグレーブラウンです。こちらも韓国コスメなので、ちょっと韓国アイドルっぽく眉毛を少し太眉にしていきます。少しだけいつもよりふんわりですけど太眉を意識しています。またスクリューブラシの方でこの眉頭を動かすあの作業が一番大事で、あの宝塚で舞台をしている時も舞台メイクの眉毛ってすごく難しかったんですけども、眉毛ってすごく表情が出るんですよ。なので眉毛のお化粧はすごく意識してやってました。今日使おうと思っているアイシャドウ2つございます。スナイデルのフェイススタイリスト01番、こちらとマットピーチデイリームードアイシャドウパレット02番のコンプリーテッドブラウンなんですが、こちらのコンプリーテッドブラウンのこの自然なカラー2色を混ぜて眉毛を動かしていくのに使います。少し 毛が長いようなブラシを使って眉毛を外から内に、内からやると濃い色が残ってしまうので、外から内にこういう風に動かしていきます。マジカルアイブロウカラー02番のライトブラウンのアイブロウマスカラを使用していきます。毛をこういう風に毛の流れに沿って塗っていきます。少し眉毛の印象が薄くなるだけでパッと華やぐので、そうしましたらアイシャドウを塗ってみたいと思います。少し太めのこういう斜めのカットのブラシで毛が柔らかいものを使用します。まずはこのベースになるようなカラーをアイホール全体に塗っていきます。少しだけオレンジっぽいカラーなので、あの腫れぼったく見えそうになるんですが、 こちらもピンクメイクと一緒で、全体にあの影をつけながらこう全体をぼかしながら塗っていくことによって、腫れぼったく見せない陰影を自然につけてあげられるカラーになるので、こちらはすごく使いやすくてレイリー使いもできやすいので使っております。次はこの下のカラー2つを混ぜて塗っていきたいと思います。こういう丸っぽいブラシで、先ほどのカラーよりも少し狭めで、ただちょっと広めに、締め色よりも広めに塗っていきます。ちょうど目のくぼみぐらいですかね、この辺まではがっつり塗っちゃって大丈夫です。同じカラーを目尻3分の1だけ塗っていきます。こちらもあのちょっと粘膜カラーになるので、自然に目をこうギュッと下に寄せてくれるイメージがあるので、こちらも使いやすいようです。今日は涙袋をキラキラにしたいので、こちらウォン・ジョンヨさんのメタルシャワーペンシル01番ドリームハグというキラキラしたペンシルを涙袋に塗っていきます。いつもは真ん中から行くんですが、こういうペンシルの時はもう目頭からがっつり入れていって大丈夫です。少しだけマットをあえて塗るんです。ここで押さえてあげることで、後々ラメを押せた時にそれが綺麗に発色してくれるので、そうすると本当に涙袋がぷっくりするんですよ。これだけで涙袋の影を描いていきます。いつもの BBIA の B
ビアーダストオートジェルライナー13番のピーナッツベージュでライナーを描いた後に、今日はシャドウでもちょっと描いてみたいと思います。涙袋はこう目に沿って描いてしまうとちょっとわざとらしくなってしまうので、目頭はちょっと狭め、そこからこう広げていって、ちょっと指でぼかしてあげる。そうすると自然に出来上がります。次、こちらの濃い締め色2色を混ぜてアイライン代わりに塗っていきます。やっぱりシャドウでアイラインをねやってあげると、すごくその後が楽で、大体の完成図が見えやすくなって、その後何を足していったらいいかっていうのが分かりやすくなるので、私は結構アイシャドウをアイライン代わりにすることが多いですね。次はこのスナイデルの方に一旦戻りまして、こちらのラメをポンポンと指に置いて、あんまり全体につけすぎると効果がなくなってしまうので、この本当に眼球の上のところですね、このコロコロコロってするところに塗ります。そうするとちょっと遠くから見たらちょっと濡れてるみたいなハイライトになって、すごく綺麗なんです。次はアイラインになります。今日はキャンメイクのクリーミータッチライナー03番のブラックブラウンですかね、少し焦げ茶みたいな色なんですが、そちらを粘膜に使用していきます。今日はいつもよりも目頭の、アイラインを少し濃くするので、いつもは本当に粘膜にしか塗らないんですが、いつもよりも少しだけはっきりまぶた側に出してあげるとよりはっきりするかなと思います。はい、まつげの隙間もしっかり埋めれます、これで。はい、そうしましたら、マスカラに行きたいと思います。マスカラはこちらマキアージュドラマティックエッセンスマスカラロング&カール、こちらでしっかり韓国アイドルのような束感まつげを作っていきたいと思います。マスカラも根元からしっかり塗ってあげてください。すごいこのブラシが塗りやすくて細くて液がたっぷりつくので、一回こうしごいたら本当に片目は完璧に塗り終われるので、すごく優秀なブラシで愛用です。もうリピート確定です。いつもと違うのがこちらのラメを塗ることです。で、下まつげのマスカラを塗る前に、揚げ漏れグリッター02番幻想桃色天使というこのリキッドのラメラメを、もう見るからにラメラメ、これはもう普段はなかなかこうつけれないようなものをこう目の下に入れていきます。この目の、ちょうど黒目の下あたりにポン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 と塗ってあげて、ラメがすごい綺麗、マゲーポレグリッターって言いますね。はい、ラメが塗れました。そうしましたら下まつげに行きます。もう一度このマキアージュのマスカラに戻りまして、下まつげを完成させていきます。はい、でデジャブの細めの下まつげ用のマスカラで描します。まつげがこんな感じで出来上がりました。はい、そうしましたら、今日はアイラインを先にやっていきたいと思います。こちらラブライナーのブラウンですね、いつもの使わせていただきます。垂れさせることもなく、跳ね上げさせることもなく、目の延長、ここまでが目ですよという形で描いていきます。そしてライブといえば、私はこの白ライナーをいつもつけるんですが、ブラウンで描いたライナーの上に今日は足していきたいと思います。もう本当に上にピッと一本足してあげるとちょっと遊び心が出るので。そうしましたら下まぶたですね、こちらのちょっとラメが入ったブラウンと2番目に濃いブラウンを混ぜまして、目尻の1/3、ちょっと下目に足していきます。目に沿うよりもこのアイラインに向かって足す感じですね。シャドウで先ほどお伝えしたみたいに涙袋少しだけ描いていきます。この薄いでいいのでちょっと足しまして、ちょっとだけ足します。
そうするとこうあの先ほどライナーで書いたものが密着して落ちにくくなるのでこういう風に書いてみます。はい、そしたらココナ、こちらのメイクアップフォーエバーのラメが入ったものを顔全体に塗っていきたいと思います。結構これトーンアップするので真っ白になっちゃうなっていう方は本当にほっぺのところ、チークを塗るところだけで大丈夫なんですが、こういう風に塗ってあげてください。チークを塗ります。こちらのディオールの601番のホログラムチークカラーですね。ちょっと青ラメが入っていて、私はこれが大好きで本当に使い切りそうなくらい使っております。で、同じチークをこう小さいブラシで取ってさらに重ね塗りしていきます。違うチークを重ねる時もあるんですが、こういう風に同じ色を重ねることによって差が出ないんですね。で、なおこう濃くしたいとこだけ塗っていきます。はい、そしたら、ライブなのでラメを消していきたいと思います。顔のハイライト代わりですね。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー、もう本当にこれはキラキラしてるラメなんですが、それを少しだけ手に取ってまず鼻で、遠くから見たらちょっと濡れてるみたいに見えるんですよ。またこの頬の上で、で、口の上にもちょっと塗ります。あまりここ塗りすぎるとちょっと汗かいたみたいになっちゃうのでちょっとだけ塗ります。はい、そうしましたら、リップですね。アミューズジェルフィットティント08番、こちらも塗っていきます。絶妙なローズカラーがすごく可愛くて、どんなメイクのどんなアイシャドウにも合うので、私はこのティント何色も持ってます。はい、潤ってすごく色持ちもいいので大好きです。はい、韓国コスメをたくさん使ったライブメイクいかがでしょうか。出来上がりました。はい、3つ目のヘアアレンジに行きたいと思います。これはちょっと応用編なので少し難しいかもしれませんが、ぜひぜひ覚えていただけたらすごく可愛いアレンジができるので挑戦してみてください。そしたら、まず前髪をいつもよりも少し薄めに取ります。こちらの太めのカーラーで埋めておきます。そうしましたら今日は2種類の巻き方が出てくるんですが、髪の毛をこう半分に分けまして、でこちらの、キヌジョの 20mm ぐらいのものを使うんですが、まずは目先を外巻きにしていきます。もう全体を一気にまとめてして大丈夫です。その時に上を持ってこう逆側に引っ張ってあげるとやりやすいんです。こう綺麗にカールが出来上がるので。顔周りは外巻きにします。はい、こんな感じで巻きました。もう一束これ全部を外巻きにしてもちょっと韓国っぽくて可愛いんですが、今日はよりアクティブにということがあったので、実際に私がライブでやってた時のヘアアレンジをします。はい、2束ずつこういう風に外巻きを作りますね。そうしましたらこれはまだほぐさずに次の2束を外巻きにしましたものを次は内巻きに少し上をします。で、その上は外巻きにします。今ぐらいの私の毛の長さで、このミリ数のアイロンでできると思うんですけど、もっと短い方とかは、ストレートアイロンで代用されてやれる方もいらっしゃいますし、もうちょっと細いコテでやる方もいらっしゃいます。そうすると、こういう風にウェーブが出来上がります。これを実は、たくさん、作るんです。はい、片側できました。ウェーブ2本とあとは外巻きですね。だいたい顎ラインぐらいをベースに巻いていくとラインが揃うと思います。ウェーブ巻きをもし挑戦されたいって方はここだけウェーブにしてあげて、あと全部こうくるくる巻いてあげても可愛いですし、全体をこうミックス巻きといって内巻きと外巻きで順番にやってあげても可愛いと思います。全体が
感じで巻けました。後でまた巻き残しがありそうだなと思ったら細かく分けて巻けるんですが、とりあえず今はこういう風に巻けました。先に巻いた方から、前のこう2つに巻けるんですが、この上の部分を取ります。これは本当にお好きな量で大丈夫ですが、それをこういう風に三つ編みにしていきます。細めの三つ編みを作ります。長さもお好みで大丈夫なんですが、私は大体これぐらいで止めておきます。そしてこのシリコンゴムで止めます。次のちょっと、後頭部分を取って三つ編みしていきます。あまり多く取りすぎてしまうと地肌が見えてしまうので、あまり多く取らずに、上のこう髪がかかってる部分だけ取っていただけたらと思います。これをこう例えばポニーテールにこうそのままくくっても可愛いですし、こういう風に下ろした状態でも可愛いです。ポイントになります。そうしましたら、ここで、カーラーを、前髪のカーラーを作りまして、結構太めのカーラーで、私は長めの前髪なので少しちょうどいい韓国風の前髪になっているので、ストレートアイロンで少しだけ癖を、こんな感じで少し癖を伸ばしつつ、実は私癖っ気なので、癖が出やすいのでこんな感じで前髪を整えていきます。前髪の必需品、こちらプルソーポイントリペアというヘアスティックなんですが、こちらをこの前髪をキープさせたいので持っていきます。ちょっとこうマスカラみたいな形状になってるんですが、こちらをこういう風に前髪が形状記憶、汗かいても形状記憶しますようにというふうにちょっと撫でてあげて、液体状のワックスのようなものがついているので、こんな感じで塗っていきます。で、先ほど巻いたものを少し崩していきます。この櫛で、大きめの櫛で全体をちょっと溶かしてあげると、ウェーブとカールが少し融合するのでふわっとした印象になるの で、この三つ編みの部分にこういうちょっとカラフルなピンを塗ってきたので、こちらをつけていきたいと思います。こちらも本当にお好きなようにお好きな位置につけてくださいという感じなので、感じでつけます。出来上がりました。ライブの時のヘアスタイルの再現です。よかったらちょっと難しい技術もあると思うんですけど、よかったら真似してみてください。